ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回は旧石破派の政治資金パーティー不記載問題についてお話ししていきたいと思います。石破さんって、まあ、無所属で総裁選に出ていたので、なんか、パッと見クリーンに見えるイメージがあるかもしれませんけれども、石破さんももともと政治団体、水月会をですね、石破派として率いていた方ですね。ただ、もういよいよ総裁にはなれないなっていうタイミングで、まあ、この派閥の議員も減ってきていたことも相まって解散していたわけなんですけれども、この旧石破派においてもですね、なんと政治資金の問題が出てきたっていう報道がありました。石破さんは新たな問題が出てこない限りは政治資金のこの問題に関してはこれ以上再調査ということには踏み切らないっていうふうにおっしゃっていたんですけども、まさかまさかのご自身から出てくることになるとはっていうところですね。というか、なんでしたら麻生派もですね、政治資金パーティーをめぐって裏金疑惑で、まあ、麻生派に所属していた元議員の方がですね、毎日新聞の取材に応じて2017年以前の派閥のパーティー収入のうちノルマ以上に売った分の資金を政治資金収支報告書に記載していなかったということをですね、発信しているわけで、新しい問題が出てきているわけなんですけれども、ここに関してももう皆さんノータッチです。まあ現実問題、ここで蒸し返してしまえば自分が総裁になるにあたって誰もですね投票してくれなくなりますし、もっと言えば総裁選が終わって衆議院の総選挙が始まったとなった時にですね、まあここでまた問題を必要以上に蒸し返してしまったらですね、もう自民党全てバラバラになって党を解体みたいなところまで追い込まれるので、なんだかんだですね、もうここでこの問題終わりにさせてくださいって言いたいというのが本音なんでしょう。この不記載の問題に関してしっかりと再調査をもう一度しなければならない、政治資金規正法もさらに見直さなければならないって言ったのは青山茂春議員だけでしたからね。ただこれは一切のしがらみがない青山さんだからこそ発信できるっていう面もあります。まあいずれにせよですね、自民党もなんだかんだ選挙には勝ちたいと、政権にはしがみついていなければならないと思っているわけですので、これ以上の内部分裂は避けなければならない、そういう方向に動いていくのは実際問題仕方がない部分もあるかとは思います。もちろん我々国民の目から見たらですね、何も仕方なくはないんですけれども、まあちょっとそれは一旦置いておきまして、今回出てきた話、まさかまさかの石破さんかよっていうところもありますので、まあ、そのあたりをですねちょっと見ていきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。まず先にですね、自民党が裏金議員と呼ばれる不記載問題を起こした方々に対して原則衆議院選挙において公認するということで、さらに比例の重複も容認する方向で動きました。都道府県連の申請を受けてそれに従って公認していくという考えでして、ただこの不記載問題を起こしてしまった議員の処遇については石破さんは当初かなり慎重な姿勢を見せていたんですね。確かに一度全ての処分は終わっているが、国民は一切納得していないのは明らかである、なので自分がしっかりと話を聞いた上で適切に対応していくっていうことを総裁選の時からずっと言ってきたわけです。それに関してはですね、やはり石破さんに期待していた方々はですね、いいこと言ってくれるなって思っていたと思うんですよ。ところがですね、残念ながらここに関しても石破さんきっちりと表現してしまいました。結局、まあ、この不記載の問題でですね、いろいろと持ち上がっている安倍派の議員の方々から強烈な反発があったということです。実際問題、この方々をですね公認しないとなれば自民党は過半数割れてしまうぞっていう話だったり、一度処分は党として終えているのになぜ蒸し返されなければならないのか、そこはおかしいんじゃないかという意見がどんどん出てきたわけですね。で、高市さんもおっしゃっていましたが、確かに一度党として処分を下した以上はもう蒸し返すというのは組織の中にある人間としては言いにくいところがあると。なので
本来であればですね、この1回目のその処分の時点でより厳しい処分を下す、あるいは公認を取り消すというものを徹底しておくっていうふうに先にやっとけばですね、ここまでの問題にはならなかったような気がするんですけれども、とはいえ自民党としては党利党略の中でですね、なんとかうまいことをごまかして逃げ切りたいという思いはあるでしょう。なのでちょっと中途半端なですね、まあ処分になっていたりだとか、政治資金規正法案に関してもザル法で通してしまったりだとかしているわけですね。まあ私としてもですね、実際日本のこの自民党政治においてこれを蒸し返すということがいかに困難なのかっていうのはよくわかっているつもりですし、こういう着地点になってしまうんだろうなという予測はしておりました。ただ最速の日程で解散するって言っているのは自民党ですし、公認手続き急いでいる中ですね、まあこの不記載の問題での裏金議員と呼ばれる方々を非公認にしてしまうと、もう新しい候補擁立する時間がないよっていうのもですね、まあ、全部言ってしまったら自民党の都合なのではないかなって思ってしまうところはあります。まあそんな中ですね、昨日なかなか衝撃的なニュースが飛び込んできました。石破首相らを大学教授が告発、政治資金収支報告書に過少記載疑いと。今回これ告発したのはですね、またしても神戸学院大学の上脇教授ということで、まあまたですね、共産党の赤旗新聞と連携していろいろと調べられていたということですね。上脇教授は石破さんと、そして政治団体の会計責任者ら4人に対して政治資金規正法違反容疑での告発状を東京地検に出したということです。その告発状によりますと、この旧石破派が2019年から2021年に開いた政治資金パーティーにおいて、別の政治団体から計138万円の支出を受けたのに、収支報告書の収入に計80万円分少なく記載したとしているということです。いやなんかもうよく調べてくるなというか、週刊文春がよぎるようなタイミングでのこの感じすごいですね。まあこれも実際どうなんだっていう話はあるんですけどね、やっぱりこの不記載問題イコール裏金っていうのはね、まあかなり浸透しちゃってますけども、実際問題本当に悪意なくやっていた人もいるんですよね。あの若手の議員さんで、まあ党の上の方からですね、そういう慣例だから大丈夫だって言われていて、あそうなんだと思ってやっていたらそうじゃなかったっていう方ももちろんいて、すでにお金を返している方もたくさんいるということでね。まあ一方ですね、まあその上の方の人たちどう考えてもよろしくないことを考えてこの制度にしているだろうっていう見方もありますし、まあとはいえ実際私たち国民は1円単位でですね、しっかりと納税していて、それがなんか少しでもずれていたら、なんかね、まあ追加徴税っていう形でですね、重いですね、リスクを負うわけなんですけども、政治家さんはですね、あ、修正しましたで済んでしまうっていうのはどうなんだっていう意見はやっぱりね、間違いなくありますので、まあ看過していいような問題なのかっていうと、まあ難しいところではあります。でまあ実際この石破派の今回の件に関して、まあ意図的なものなのか事務的なミスなのかっていうのは、まあ私は分からないんですけれども、そこはちょっとね、報道を追いかけながら冷静には見ていきたいなと思うところではあります。もうね、全部そういうのも含めて選挙でね、反映すればいいんじゃないかなと思うところですし、それが民主主義ですから。ただ本当に厳しい船出となってしまいましたね。石破さんはもうこの総理大臣に指名される前からですね、いろんな表現ぶりを見せてしまって、あれやこれや叩かれていまして、私もですね、随分そこに関しては批判させていただいてますけれども、この総理大臣指名を受けて所信表明演説でまたさらに表現して、もう第二次岸田政権みたいなものになってしまいまして、ただいいブレ方をしている部分も多々あったので、そこは評価に値するかとは思うんですけれども、その後またこうした問題も出てくるということはですね、野党が叩くネタたくさん出てきたわけですね。そうなった時に石破政権どうなるんだっていうと、かなりしんどいんじゃないかなと思うところではあります。なんなら不記載問題にももうこれ以上メスは入れません。統一教会問題に関してもこれ以上メスは入れません。政策はほぼ全て岸田総理を尊重してそれを引き継ぎますって言ったら、え、じゃあもう岸田総理でよかったじゃないか、でもそれは嫌だってなったら、この第二次岸田政権みたいな石破政権に対してもですね、ノーを突きつけるっていう国民の方非常に多いんじゃないでしょうか。
まあ今回ですね、森山幹事長などがいろいろと動いたせいでですね、石破さんはいろんな意見をひっくり返して早期解散に動くってことになっちゃいましたけれども、この森山さんの動きが非常にまずかったんじゃないかなと。結局選挙を急いで逃げ切ろうってしたのが全部裏目になって、今国民はそういう自民党のあり方に怒りを覚えているっていうことをもう忘れちゃってるんですよね。もうこの通り党略、いい加減本当にやめましょうっていうところなんですけども、まあこれに関しては石破さんもまあ振り回された感があると同時に、まあこうしてですね、今までお友達を作ってこなかったと言いますか、党内基盤が弱くなっていた安倍さんを敵に回して批判することばかりに熱中していたせいで、いろいろとですね、詰めが甘い政策になってしまっていた、そこにも問題があったかもしれませんね。なんか令和新選組の大石晃子さんも収入の記載漏れがあって訂正願とか出されてるみたいなの出てますけれども、まあ、結局やっぱりこのお金の収支の会計って本当に作業として大変というか難しいというか、ミスが起こりやすいんでしょうね。ただ我々国民は確定申告などでミスがあったらですね、リスクを負うわけですよ。追加でですね、税金取られたりだとか、そういうリスクを政治家さんだけが背負っていないっていうのはやっぱり腑に落ちないですよねってね。その特権階級じみた部分、なんとかされた方がいいんじゃないかなって思いますけどね。石破さん、そのあたりはメス入れられないんですかね。何はともあれ、この動画作ってるですね、10月4日時点ではですね、石破さんのこの収入不記載の問題に関してはまだ大した続報が出ておりません。日曜、林官房長官が、指摘を受けたので首相は直ちに経理を担当していた者に指示を出し、事実関係を確認させているっていうことを発信して、必要に応じて適切に説明がなされると承知をしているっていうことなんですけれども、まあ、このあたりですね、最終的にどういう話が出てくるのかっていうのは注目していきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いします。また当チャンネルはメンバーシップも開設しております。メンバー限定動画や過去の非公開動画などを公開していきますので、ご興味のある方はメンバーシップの加入をお願いいたします。またグループチャンネル世界の経済ニュースでは、このチャンネルだけでは得られない幅広い世界の動きについて取り上げています。サブチャンネルジャパンさんのお話では日本の観光地巡りなどしていますので、概要欄からぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。